にちは、みえこです。今日はマルシェバッグ作ったので皆様にご紹介しますね。最初にする作業はキルト綿のカットですよ。25センチと8センチの大きさに切りますよ。そしてこのように印をつけて、ここね、斜めにカットします。ここから縫いますよ。この赤い布を6センチ ×6 センチの大きさに切ったものですよ。このように重ねて、そしてミシンで縫いますよ。注意することは、キルト綿より7ミリぐらい大きく布をカットしてくださいね。布はどんな大きさでも大丈夫なので、残っている布を使ってくださいね。そして配色ですが、これ右と左、濃い色と薄い色に分けて縫うとちょっと簡単ですよ。キルト綿の一番下の端まで布を順番に縫います。最後まで縫ったらこのようにできます。これを表分6枚、裏の分6枚作ります。
表と裏の配色を変えると面白い作品ができますよ。その後プレスして余分な布を切ります。縫い代をきれいにします。このように作ったらミシンで縫います。縫うのはキルト綿のこの端ですよ。できたらこの入れ口部分の赤い布ですね、これを縫い代1センチぐらい残して切ります。次に裏布を用意します。でトップを重ねてトップと同じ大きさに切ります。もう一枚は縫い代が必要なので横の部分に縫い代、これね、キルト綿から3センチぐらい大きいですよ。そしたらカバン入れ口部分をミシンで縫います。その後ここねカット入れます。曲線がきれいにできます。プレスしてその後ステッチしますよ。これステッチはいつも中心からやりますって言ってるけど、この作品は入れ口部分から縫うと綺麗にできますよ。はい、できました。次にこの余分な布を切ります。これは底ですね、底の部分の布を切ります。次に底の布をカットします。まずはキルト綿から切ります。最初に作るとステッチしていて大きさが変わるので
後から切ります。で、縫い代を1センチぐらいつけてこのように切ります。次に裏布です。裏布は2センチぐらい縫い代をつけます。これは表布です。ミシンで縫うのでちょっとキルト綿からずれるといけないので5ミリぐらいの縫い代をつけました。これを重ねてミシンで縫います。はい、できました。仕立てますね。2枚のこのトップを合わせてまず横縫います。次に布の端を隠すように裏布を折ってもう一度縫います。今度底つけますね。底の布の中心と合わせて針で留めます。縫いたいのはキルト綿の部分を縫いたいのでそれを意識してこのように針で留めます。で、縫うのは半分ずつです。次、残り半分も縫います。で、余分な布はこの端に寄せてタックを取ります。そしてまたミシンで縫って このように作りますよ。そしたらこの部分布多いので切って で裏布を折って針で留めてこのあと手縫いで縫いましたよ。曲線のある裏布は手縫いだと綺麗にできるんですよ。ミシンが上手な人はミシンで縫ってください。こんな風にできたらこの裏布をもう一度留めるように縫うと裏がすっきりした作品になりますよ。で、表に返して今度は持ち手の紐を作ります。
表布の上にキルト綿重ねて半分に折って縫っただけなので簡単にできますよ。今回も飾り縫いしてしまいましたよ。はい、こんな感じね。で、この辺に持ち手の紐を縫って完成ですよ。はい、できました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。